ャンネル東京アマンワールドさんがですね、おばさんがジローを作ったんですね。おばさんさんが、おばさんね、おばさんジローを作ってマシュマシTVに送りつけるぞってね、あげてたんですよね。本当に届いたんですね。わ、結構ずっしりした。あげてみよう。はい、おー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 おお、なんかいっぱい入ってる。ちゃんと密封して送ってくれてらっしゃる。これがあの麺ふと、はい、回してくの。ジローのちゃんと太さになってる麺、ビヨンの方にしませんでした。え、俺がジローの中でも太さやってる麺、ジローのちゃんと太さになってる麺、ビヨンの真似やめてくださいね。急にやるの、下覚えないですよ。あ、これは豚、あ、油かも。油ね。はい、どうぞ。あ、これも油、油らしい油、本当にね、ビヨンやれや。そしてね、こちらが豚です。特製の返しに漬け込まれて、スープもちゃんと作っていただいてるんだ。おお、甘酒みたいな匂い。甘酒ではないね。甘酒ではないね。ない。あー、2人いる。2人いるよ、デンジャラスオリジナルが。ということで、おい、作ってみよう。準備をしないと。さあ、始めていきます。ここからですね、はい、使うものはこんな感じということで、今回も焼き野菜から入って、いきますね、うん。だんだんと調理の、映像が短くなっていっております、全体的にね。そうなの。はい、焼き野菜ももうこれ数秒です、もうね。そして今回いただいたスープはですね、レンチンをいたしまして温める、うん。あ、はい、で、返しと別のタイプになってて、今だしのとかが入ってる部分だけのスープを温めてますね。はい、そしてこちらが先ほどの取り出した麺ですね。あ、麺ね。麺ねだと別に麺を変に言ってる人だったようではないね。茹でていきます。これ、おばさんによるとちょっと茹で時間がわからないということで、まあ、大体5分半目安で、はい、茹でさせていただきました。なるほど。まあ、1食分だけだったんで、ちょっと今回はね、私の分だけはちょっとこう、はい、ね、だから我々は呼び出されて取るよって言われたら食えず。まあ今日イメージはね、確認できたと思いますがね、もういないもん。食えねえから、さあ、そしてね、調理の順番を間違えてですね、あの出汁しか入ってないスープにちょっと麺を先に入れてしまったので、返し入ってないもん。返しこれ入ってないんですよ。で、豚と一緒にこのラーメンの返しが入ってたんですね。はいはい、漬け込まれているタイプということで、このままいきます。で、これもちょっと竹岡式みたいな作り方になっちゃうけども、うん、ちゃんと返しは返しとしておばさんが作っていたということで、おば返し、はい、飲んでいます。あ、バカうまい。マジ、あ、これやばいね。ということなんですね。うまいと。バカうまいんですよ、これ。本当にめちゃくちゃうまい。想像のはるか上を来てました、この味付けが。まあ、後ほどそれはね、スープ飲んだ時の解説していきます。はい、そして盛り付けに入っておりますが、豚もね、本格的なデカさの豚、そして油もね、これ実はね、一工夫加えてらっしゃるんですよ。これも少しね、後ほど解説していきたい。ニンニクを最後にどうぞ、乗せて、ジャグ丼です。こちらです、東京アマムワールドおばさん特製おばじろうということで、名付けさせていただきました。ありがとうございますね。若干豚カツがこれ入ってるんですね。豚カツが入ってる。あ、はいはいはい、別皿っぽくしてちょっとこう藤丸っぽくなっちゃいましたね。肩ロース見るからにちょっとギュチュ豚ですね。見るからにね、これも見ていきましょう。最初に行くぞ、豚からね。やっぱりこう素晴らしいギュチュ豚。かてぇ、すごいびっくりしちゃった、もう一口が入った時にね。ただね、硬さとは裏腹にしっかりした甘みが特徴的な藤丸のような豚さんでございますね。食べ応えがいい豚ですね。さあ、そして油と野菜をいただきます。これ実はですね、スペアリブを煮て豚カスを作って油と和えているという、こだわりがあるんですよ。だからあえて豚カス感を表現しているんですね。すごいですね、おばさん、さすがです。お味噌にしやすということで、骨からのね、出汁がね、そう、骨の髄もね、ちゃんと利用して、作ってらっしゃるということで、油と野菜を交互に食べて美味しかったです。そして麺ですが、麺茹でてる間にですね、とてつもなく短くなっちゃって、なんともともと花股の極太麺を一回生地に戻して、また超極太に切ったという、はい、そんな工夫がある麺なんですね。あるんです
か。すごいですね。はい、すごいんですよ。考えつかないね。引き出すのにちょっとね、ひょくひょく来られちゃいますけど、あ、スーパーね、先ほど言ったエキスがたっぷりの、はい、豚スープでございますね。そしてニンニク、スープが甘めなんでね、ニンニクの風味で別の角度から感情を加えていこうとしたんですが、うん、今回ちょっとお試しでですね、フードプロセッサーあるじゃないですか、あれ、うん、回すやつ、ブンブンチョッパーね、ブンブンチョッパー、あの20回転でやめたんですけども、うん、ちょっとね、結構回した方が辛みが出るなという発見がありましたね。今回は20回だと物足りない。これ入れちゃったんですね。あ、これちょっと、あ、でも控えめに。マジで今控えめでしたよ、結構。いらないコラボだったなと思って。そうですか。辛口だな、あ、ディスってんの。ディスってないね。ディスれよ。優しいんだ、優しいんだ。優しいんかい。毎回しはね、あまりかけずにね、食べていきまして、ただ、あまりに美味しかったんで、ご覧のように会員です。おい、めちゃくちゃ美味しかったです。ありがとうございました。ずっとバスが映ってたな。ありますね、足湯もできるということで、バシバチレベルは87.8でした。なるほど、ありがとうございます、うん、これをね、お家で作ってるっていうのがすごいっすよ。すごいっすね、本当に、で、まあ、東京アムアムワールドさんなんですけども、はい、いつもラーメンを作ってるわけではなく、うん、いろいろな企画をされているのでね、ちょっとぜひとも遊びに行っていただきたいということもありますけども、このような形でね、もしかしたらまたあのコラボしていただけるかもしれないということで、大変美味しかったです。ありがとうございました。Thank you.